疲れ。お疲れ様です。龍門ダムね、はい、この間中途半端に終わったから、はい、まあ、とりあえずいろいろちょっとやってみようか。はい、まあ、ゴマと延べはちょっと停滞の反対側に行ってるんで、はい、僕らは停滞自体とこの辺を、はいはい、ここのダムの通路、停滞の通路に遺体が積み重なっていたとか、あとはダム湖の方から人が這い上がってきたとか。なので結構その霊現象とかそういうことが起こるのってまあ一本道なんで、この停滞部分だと思うんですよね。で、今回の検証というか探索の方では電磁波測定器を使ってここのダムの停滞を渡り切りたいと思います。なのでもし異常とかがあったらこの電磁波測定器が知らせてくれると思うので、とりあえず今の、はい、延べたちが人体センサーを停滞の途中に仕掛けに行ってて、はい、でその後に多分停滞渡り切ったあたりを調べてくれると思うんで、はい、早速ちょっと棒人間やってみるか。はい、この間その棒人間をリスナーさんから教えてもらった場所でやったんだけど、ちょっと俺的にあそこ、はい、木が多かったから、うん、あんまりピンときてなくて、うん、でもここってあんまりなんもないじゃん、はい、だからここで反応があれば、はい、まあ、本物じゃないと思って、とりあえずじゃあこれしながら行ってみようか、はい、いやね、早速ね、早速反応してる。とりあえず一応奥に電気がライトが見えるのはゴマたちね、はい、いやでもね反応してんだよね。寄れる？肉眼で見ていいよ。ほら、あ、本当ですね。ほらほら。本当だ。ちょっとそこの東屋行ってみるか。はい、あ、反応しねえわ。やべえ。こんなに反応しないものなんだ。あ、ちょっと待って。あ、でもこれは岩かな。これは岩っぽいな。これか。足元気をつけてね。ほら、肉眼で見てみる。反応しないもんね。ん？ちょっと待って。あ、見て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 、いる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 、あ、めっちゃ反応すんじゃん、そこいいんじゃん。え、いや、ここいるわ。なんもないです、ね、うん、ここなんもないよね、うん、でも完全に人型じゃない？そうですね、本当にいるよね。うわ、すげえ。で、今回なんですけど、うん、新しい機材として人感センサーを持ってきたんですよ。なのでそれをここのダムの停滞の中間部分に置こうと思ってるんですけど、人感センサーの方がこっちがセンサーになってて、今ちょうどこっちの方が光ってるように、何か物体が前を通ったりしたら光るようになってます。定点カメラで映像を捉えてみたいと思います。前回はここまで来たんですよ。小生さんと延べさんで来てたんですよね、その時は。 それでここまで来た時でもやっぱり風が強くて、もう何もできない、何も聞こえないっていう、そんな感じでした。もう端の方まで来ましたね。実際通ってみて電磁波測定器が鳴ることはなかったですよね。その実際今つけっぱなんですけど、まあ、このダムは磁場が狂っているっていうわけじゃないみたいですね。取るだけだと、うん、何もならないから、こう人型が出たところでバケタンとかをやってみようと思うのよ。いくよ。緑か。緑だったらな、まあいい例も悪い例もいないのかな。で、今度はこの石碑みたいなの後ろ行ってみるわ。いや、これは木だな、多分。
いや反応しないわ。ほらさっき映ってた、あんだけ映ってたのが、ちょっと待って、お、なんか移動してる。お、これこれ面白いね。ちょっと携帯の方行ってみようか。はい、俺らが聞いたのはあれじゃないのよ。はっきり足音だったよね。やろ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 。